はい、あってすっかり忘れてました。今日は投稿が多いんですよ。多いね。はい、宮さんからの投稿です。はい、皆様こんばんは。日曜日に代官山のラビットランに行ってきました。かっこいい、代官山ラビットラン。あ、代官山の。はい、当日はちょっと寒かったのですが、うさちゃんたちにはちょうどいいぐらいだったのか、みんな元気に走ってました。関係ないね、うさぎ元気ですね。枯葉やクローバー、植えてある小松菜も自由に食べていいので、うさちゃんたちは美味しそうに食べていました。枯葉食べる、うん、小松菜も植わってるんでしょうね。ただここで皆さん聞いてくださいね。ちょっとしたトラブルがあり、うさちゃんの大事な部分の先っちょが噛み切られるということがありました。ひえー耳か違います。ちょっとミミズっぽい大事な部分です。あって、あーん後ろのね、後ろの3本目の足です。食いついてからな。はい、はい、お散歩される方はたくさんマウンティングをするうさちゃんにお気をつけください。特に顔に向かってやっていると気づかないうちに大事な部分を噛まれることが割とあるようなので、十分注意し、できるだけすぐに離してあげてくださいということで。割とあるのみたいですね。もうやっぱ怖いね。怖いですね。はい、噛み切られるですか。すごいですよね。しいただきますな。はい、はい、では、そんな代官山のラビットランの映像ですね。はい、怖いですね。男性特に怖いんじゃないですか、こんなこと聞いたら。ちょっと元気なくなった。先輩の何かが元気なくなったり。ハートがね。やっぱ東京もすごいですね、こういうのが。すごい。あー、かわいい。うん、まあ、かわいい。でかい。おお。大観山なんだよね。大観山結構広い。うん、うん、かわいい。なんかこっちの石のなんか柵みたいなの飛び越えそうじゃなくて。そうですね、行ってもいいのかな、こっちは。さっきうさちゃんいましたね。いました。はい、ロップがいました。ロップがいましたね。おお、車が。あれが小松菜。うわ、かわいい。すごい話、自分の子分かんなくなりそうですよね。なんか聞けないと。あ、茶色いのは枯れ葉。みやさん、その辺、みやさん、来月の26日もあります。ただなんだ。ただ、へえ。わ、すごいいっぱいいる。ポワルさん、ただにくじ、ただ。おいどんは、8歳のミニレックス。もうなんでおいどんだって。食べてる。男祭りです。裸ならず。なんてしたっけ、あの模様、唐草模様。唐草模様です。渋いね。やっぱこう関東のうさちゃんなんで。カットしましたね。どんだけしとったの。これが危ないマウンテンですね。マウンテン、あ、マウンテン。
マウンティング。マウンティングですね。危ない。くるくる。ああ。大きさの関係なさがすごいです。チョンパンって何？あ、でも男の人も参加してますね。こういうの偏見ですか？なんか女の人が多いっていうイメージがやっぱり。うさぎ同伴が OK なカフェなんですね。うさカフェですか。うさカフェですか。何ですかね。ドッグカフェにうさちゃん持ってたとか。大丈夫です。東京すごい。何だろチョンパって。ありがとうございます。なんかね、また来週もあるみたいな、うん、来月かなありますみたいな、ね、代官山のラビットランですね、うん、はい、皆さんも東京の方はぜひ参加してみてください、うん、すごかったですね、20羽いるっていう、20羽ってすごいね、うん、すごい、見たことないですね、そんなに、はぁ、はい、ありがとうございます。じゃ、はい、続きまして博多の白うさぎさんからの投稿です、はい、この映像は先週の日曜日にお天気で心なし暖かかったので久々大ちゃんを外で遊ばせてみました。まだまだ日陰では寒く、お散歩にはまだ難しいかなと思いましたが、なんの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 大ちゃんは元気いっぱい土を掘ったり走り回ってました。 PS 今宵は仕事のため生放送見れましぇん。あらまあ、萌ちゃんのパパが来てんのに残念。はい、はい、ではお願いします。大ちゃんは元気ですよね。うん、見れましぇん、見れましぇん。お散歩動画多いですね。多いです ね、 ね、うん、いや野草も食べる食べて大丈夫なのかニュってなんかダメなのは食べないのかな、やっぱり。うん、まあでもいつも大久野島のうさちゃん見てると丈夫ですからね。あ、リードの意味がないってのがすごいずっちゃってるねー
お家の庭ですか。みたいです ね, ね, ねここも豪邸ですよね。綺麗な城やね。ねえ、やっぱウサギ行ったらこういう感じですよね。赤い目に白い体に基本的な感じ。はい、博多の白ウサギさん、ありがとうございました。